ンタカーを借りて和歌山県にやってきました。和歌山県は1年半ぐらい仕事で週に1回通ってて、ものすごく思い入れのある場所なんです。本当に食べ物も美味しいし、景色もめっちゃくちゃいいんで、旅行先としてすっごくおすすめの場所です。で、今回は天気もめちゃくちゃいいので、日本のエーゲ海って言われてる和歌山県の由良町にまずは行きます。和歌山県のほぼ中央に位置する由良町、西は紀伊水道に面しているので豊かな自然に囲まれています。そんな由良町では海の近くだからこそ提供できる新鮮なお魚、そして柑橘類も豊富にあります。まずはお昼ご飯ということで平坂館にやってきました。地元食材にこだわった料理をリーズナブルに提供されています。お宿も併設されているので、ここのお料理を目当てに宿泊する方も多いんだとか。そして私のお目当てはこの赤もく丼。赤もくっていうのがこの由良町で取れるネバネバした海藻で、めっちゃ健康にスーパーフードって言われてるそうです。この海藻が赤もくで、上に乗ってるのが八朔胡椒、そしてしらすとオクラも入ってます。いただきます。めっちゃうまい、最高に美味しい。赤もく自体には味はないんやけど、コリコリの食感とこのぬめぬめネバネバしたこの食感がもうほんまたまらへんぐらい美味しくて、でこの上に乗ってる八朔胡椒がここの平坂館のオリジナルの商品みたいで、これがほんまにこのしらすにも赤もくにも全てに合ってて、美味しさをさらに引き立ててくれてる。やっぱ和歌山といえばしらすやから、しらすの塩っ気とで赤もくと全部合わさってほんま最高に美味しい。この赤もくは美肌効果もあるらしいから、ここに謎の吹き出もんできてるから、赤もく食べて治らんかな。最後の一口いただきます。由良の名物由良早生みかんをいただきました。めっちゃ緑ちっちゃい、甘っ、めっちゃ美味しい。すごい、めっちゃジューシーやし、すっごい甘いし、果肉めっちゃ詰まってるし、めちゃくちゃ甘い。あ、もう一気に食べちゃった。赤もく丼めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。由良の新名物が赤もくらしくって、ほんまにコリコリネバネバした食感がすっごい美味しくって、食べられてよかったです。で、今からさっき食べた由良早生みかんがあまりに美味しすぎたんで、近くの A コープに売ってるよってお店の方が言ってたんで、今から買いに行きます。由良早生みかん購入してきた。いっぱい入って350円、安い。これはまたお家で食べます。たままぐ、赤もく丼を食べたばっかりなんですけど、あともう一つ由良ちゃんぽんっていうご当地グルメがあって、私は本当にちゃんぽんが大好きなんで、今からその由良ちゃんぽんを食べて、その後に由良町の観光に行きたいと思います。ということでやってきたのは大川。由良ちゃんぽんって書いてるんですが、由良ちゃんぽんのお店ここやねんけど、見てよ、コーヒーとさ、お好み焼きって書いてんねん。めっちゃ謎じゃない？しかもさ、入り口が
2つあるっていう謎さ。どっちに入ろう。お好み焼き屋さんののれんの方から入ります。昔ながらの懐かしい雰囲気のお店と思ってたら、隣には鉄板が。めちゃくちゃお好み焼き屋さんやん。ほんまにゆらちゃんぽん食べられるんと思ってたら、メニューにはお好み焼き以外にも中華メニューが盛りだくさん。もちろんゆらちゃんぽんもありました。しっかりとお野菜の甘みを感じられる餃子で、すごい食べやすくてめちゃくちゃ美味しい。売れ筋が多分1万人気。1万人気ですか餃子。前ね、3人前頼んで、それでまたおかわりください、取れてきて。めっちゃ食べてる。確かに5人前いけそうなぐらい美味しいし、なんか軽いからいけちゃう。うわ、すげえ。人参、もやし、キャベツ、きくらげ、青ネギ、豚肉、エビ、スルメイカ、しめじと全部で9種類も入ってて具沢山です。お、ちょっと待って、これは麺が出てこない。すごい優しい味わいで、海鮮とか具がたくさん入ってるから、もうその海鮮の味とかが染み出してて、で野菜もすごいたくさん入ってるから、このあんかけと野菜の組み合わせがほんまに最高で、量はめちゃくちゃ多いんやけど、でもなんかしつこい味付けじゃなくて本当にあっさりとしてるから食べやすいし、意外にペロリといけちゃう。この野菜がまた美味しいのよね。イカの旨味がすごい出てる。あんかけ好きにはほんまにたまらへんぐらいめっちゃハマる味。お店って何年ぐらいですか？来年で50年。あ、じゃあお祝いの年ですね、来年。最初お好み焼き屋さん？最初ね、たこ焼き。最初たこ焼き。その間にお父さんが修行行って、中華屋さん行って、10年行ったみたいな。10年修行。ここ最初は国に出て、向こうでお好みやって、それでこっち来て。ああ、今名残残ってますよね。真ん中ぶち抜いたけど今。ああ、だからこれ扉2つあるんですね。そう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 。ちょうど壁で区切られてて、部屋分かれてて。そういうことか。そう、今もう一つやけど。ゆらちゃんぽん美味しかったです。ごちそうさまでした。ものすごく仲のいい家族で、すごくアットホームで、でゆらちゃんぽんも本当に美味しいんで、めちゃくちゃおすすめのお店です。ぜひゆらに来たら、皆さん、あの赤木丼も美味しいし、ゆらちゃんぽんも美味しいし、ぜひ美味しいグルメ食べてみてください。めちゃくちゃいい人たちばっかりやし、なんか心がすごいあったかくなる町やわ。めちゃくちゃいいところ、ゆら町って。ともまぐ、次は日本のエーゲ海、白崎海洋公園に行きます。あ、ほら来た、白崎海洋公園。おお、すごい、めっちゃすごい。うわ、ここ
360度全部真っ白ないわ。なんかさ、日本じゃないみたいな景色よな、ここで、この階段を登ったら上に展望台があるんで、今から展望台に行って上から日本のエーゲ海を堪能しに行きます。岩の白と、あと海の青、やっぱりこのコントラストがすごい綺麗。今現在いるのがこの由良町なんですが、この鶴島っていうのがあるキャラクターにそっくりっていうので有名なので、今からそれを見に行きます。こちらが鶴島、通称スヌーピー島。スヌーピーが横に寝そべっているような形をしていることからそう言われています。わかりますかね？本当はもっと真横から見た方がわかりやすいんですが、私が行った時は通行止めになってて、絶好のスポットから見ることができなかったので、白崎海洋公園からお届けしました。白崎海洋公園綺麗やったんですけど、風がすごかった。もうなんか髪の毛もボサボサになったし、なんか風に当たりすぎて顔が痛い。で、今から次どうしても行きたい場所があるので、1時間かけて移動して念願の場所に行きたいと思います。あ、海綺麗。目的地に行きます。なんかすごい静かなところやからさ、静けさが耳に痛い感じ。ちょっと下見た、やばいってこれ。あかー、めっちゃ怖い。おー、すげえ景色はめっちゃ綺麗やな。怖い。橋渡りきった。めっちゃ怖かったし、橋長かった。ということで、やってきたのは日本一ヤッホーが綺麗に聞こえるヤッホーポイントです。それではヤッホーポイントへ向かいましょう。日高川町美山地区にある椿山ダム湖の湖畔にあるヤッホーポイント。周りに民家がないので、山に向かって2秒以内に叫んだ言葉が跳ね返ってくるんです。ここに立ってヤッホー叫ぶんや。目の前めっちゃ山。ヤッホー、すごい、めっちゃ綺麗に帰ってきた。すごい、めっちゃ気持ちいい。ヤッホー。なんかこれ歌を歌ったら臨床で楽しめるらしいね。なんか森のクマさんをなんか短く切って歌ったら楽しめるって書いてるから、ちょっとやってみるわ。ある日森の中、クマさんに出会った。なんかめっちゃ気持ちいいねんけど、この静けさの中にもし誰かおったら、今のやつを聞かれてるって思ったらちょっと恥ずかしいな。行くで。行くぞバ
しい。ヤッホーポイントめっちゃ楽しかった。また来るね。トモモグ。ヤッホーポイントから車を走らせて1時間、京都もあるホテルまでやってきました。今回は和歌山市駅の付近のホテルに泊まります。今回宿泊するホテルはスマイルホテル和歌山です。ホテルにチェックインしてきました。今から気になったお店にお酒を飲みに行きたいと思います。ということで、南海和歌山市駅直結のキーの和歌山の中にある平和酒店にやってきました。和歌山県を代表する酒蔵の一つ、海南市にある平和酒造さんの初のアンテナショップとして、日本酒キットや梅酒のつる梅、オリジナルのクラフトビールなど様々な種類のお酒が販売されています。そしてスタンディングバーも併設されているので、気になったお酒をその場で楽しむこともできます。私は店員さんにおすすめしてもらった無量山純米吟醸を注文します。乾杯。めちゃくちゃ美味しいめっちゃ美味しい。説明文にメロンのような香りって書いてたけど、ほんまにそんな感じのフルーティーな香りが口に入れた瞬間に広がる。これは本当に美味しい。なんか和歌山ってあんまり日本酒のイメージは個人的になかったけど、日本酒めっちゃ美味しい。なんかいろんな種類飲みたくなる。これはさっきのお酒が美味しかったんで、次もおすすめという期間限定のお酒を注文しました。乾杯。あー、また全然違う。こっちほんまに水のような感じで、でもキレがあって、和歌山のお酒めっちゃ美味しいやん。平和酒造さんの日本酒めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。今まで飲んだ日本酒の中でもすごい上位に入ってくるぐらい、私個人的にはものすごく美味しくて、特に最初の1杯目に飲んだ無量山がほんまにめちゃくちゃ美味しくて、飲みやすくて、なんかもうちょびちょび飲まなあかんのに結構ガブガブ飲んでしまった。ほんまに飲みやすくて美味しかったです。では今からですね、晩ご飯を食べに行くんですけど、何を食べようかめっちゃ迷った結果、和歌山県のソウルフード今から食べに行きます。ということでやってきたのはグリーンコーナー。和歌山県民なら誰もが知ってると言っても過言ではないというくらい有名なお店。1854年創業のお茶屋さん玉林園が運営するフードコートで、とにかくメニューのバリエーションがめちゃくちゃ豊富。しかもお値段もどれも安くてコスパが最強なんです。とんかつと紅生姜とわかめが入ってる。めっちゃシンプルなラーメン。安心する味がする。これはうまい。なんか天かすとあと紅生姜とかの味がすごい効いてて、なんかもっとチープな味を正直想像してたんやけど、想像の100倍美味しい。あっさりとしてるから、ほんまに大人も子供もみんな大好きっていう味。フードコート界の神みたいな味がする。はい、明石焼き来た、明石焼き。
の箸焼きやから、なんかレンジでチンしたのかなって勝手に思ってたんやけど、ちゃんとお店で焼いてた。だから出来上がりまでに10分かかったんやけど、熱々の明石焼きが出てきてめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しい。まあ、正直私兵庫県民なんで厳しめにジャッジしようと思ったけど、この明石焼きめっちゃ美味しい。なんかほんまに一口食べただけで、あ、めっちゃ懐かしいなと思うような美味しさで、中もふわふわで、タコも結構しっかりと大きくて、やっぱ出来たてやし最高にうまい。私の地元はこの明石焼きの上にソースをつけて食べる文化があるんで、今回もつけたんですけど、この明石焼きのソースも結構甘くて美味しい。やっぱりこのお店といえばこのグリーンソフト。コンビニとかにもカチカチに冷凍されたグリーンソフトは売ってるんやけど、こういうお店やったら生タイプのソフトクリームが食べられます。いただきます。一口口に含んだ瞬間にお茶のいい香りがふわって漂って、最後はミルクのさっぱりとした味で終わる感じ。でも200円やし安いから、これはついつい食べちゃうよね。めっちゃ美味しい。グリーンコーナー想像以上に美味しかったです。ごちそうさまでした。なんかほんまもっとチープな味想像してたけど、めっちゃ美味しかった。もうあれ近くにあったら通うわっていう。しかも夜10時まで開いてて、結構お客さんバン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 来てて、みんなソフトクリームだけ買いに来てたりとか、いやなんかいいお店やなと思いました。和歌山来たらまた絶対に行きます。ごちそうさまでした。よし、じゃあホテルに戻ります。ホテルのすぐ目の前が和歌山城なんで、ちょっとだけ散歩していこうかなと思ったんやけど、ライトアップしてて和歌山城がすごい綺麗やね。あー、やっぱかっこいい。え、月出てるからめっちゃかっこいいね。うわ、登ってきたら星の綺麗ライトアップされてて、戻ってきました。今からお風呂に入って明日に備えます。明日も和歌山県を一日楽しみたいと思います。じゃあまた明日、バイバイ。おやすみ。おはようございます。和歌山2日目の朝です。それでは早速車に乗って観光地に向かいたいと思います。それでは今から日本のアマルフィって言われている雑賀崎に行きます。あ、あ、なんかすごない？わあ、すごい。やってきた、日本のアマルフィ。アマルフィめっちゃ綺麗。昔ながらの雰囲気がすごい素敵で、多分この漁港の感じがほんまに趣があってすごい、なんか落ち着くからずっとこの場所に降りたいなって思うぐらいめっちゃ素敵な場所です。おお、
っちゃでっかい魚おる。え、すごっ、熱帯魚みたいなおるやん。よし、じゃあ次に行きます。万葉集の歌にも読まれている若野浦という景勝地があるんですが、一望できるという展望台にやってきました。すごい、めっちゃ綺麗。うわー、あー、すごい。この若野浦の景色が平成29年に日本遺産に認定された絶景だそうです。ここで歌が読まれてんねん、万葉集の。山辺の赤人、漢字が読まれへんな。山辺の赤人がここで和歌を読んだ。1300年の歴史がある景色です。雑賀崎と若野浦の景色めっちゃ綺麗でした。本当に落ち着く景観で、時間があるんやったらもっとずっと見てたいって思うような素晴らしい景観でした。では今からですね、車をちょっと走らせて醤油発祥の地湯浅に今から行きたいと思います。とももぐ。和歌山県の中部西岸に位置する港町の湯浅町。有田みかん、醤油、金山寺味噌が有名で、中でも醤油は湯浅町が発祥です。和歌山県では唯一の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、歴史感じる自然に恵まれた町です。ここは県内でシラスの漁獲量がナンバーワンということなんで、シラス丼を食べに行きたいと思います。ということでやってきたのは角屋食堂。1946年創業の老舗のお店で、湯浅町内でしらす丼を提供しているお店はたくさんありますが、こちらのお店が元祖なんだとか。見て、めっちゃ綺麗なしらす、すごいキラキラ輝いてんねん。しかも結構量が多い。めっちゃ美味しい。何これは。生で食べても全然臭みがなくて、プリプリとした食感もするし、甘みも感じる。特製の醤油って書いてあるんやけど、この醤油がすごいまろやかで、しらすの甘みを引き立ててくれてて、めちゃくちゃ美味しい。今まで食べたしらす丼の中で一番美味しいかも。めっちゃ感動した。口の中に入れた瞬間にもうプリプリプリってシラスが弾けていく。プリプリプリって。すっごい美味しい。ちょっと干物めっちゃ美味しい。もう一口。めっちゃ綺麗に取れたところもらった。うまっ。海の幸が美味しい和歌山っていう素晴らしい味がする。ご一口いただきます。
しらす丼と干物めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、びっくりするぐらい美味しくてめっちゃ感動した。ほんまに臭みなくて甘みがすごいあるしらすでした。ごちそうさまでした。このさ、駅のところにあるカフェさっき覗いたんやけど、めっちゃ気になってて、ちょっと空いてたら行ってみようかな。ということでやってきたのは湯浅米商。 JR 湯浅駅、旧駅舎を改修してリニューアルし開業したお店。昔ながらの薪を使ったかまどで炊いたおにぎりや地元素材を使ったメニューがあります。そしてデッキ席は湯浅駅のホームの端っこに位置するので、タイミングが合えば電車を見ながら食事ができます。タレがね、やっぱつくとまたここから美味しくなりますのでね。 あ、今はきなこ？きなこだけです。で、お砂糖入ってないきなこなんで、まぶしてるだけなんですよ。なのでタレがないとちょっと豆の味だけっていう。で、お餅自体がもともと歯豚なんで少し甘くなってるんですよ。で、そこに甘すぎないタレを味噌ベースとでお醤油ベースと作ってますんで、もうね、この間から皆さんここをみんな取っていかれます。あー、でも美味しそう。これ見るだけで美味しそう。左側がお味噌で、右が醤油になります。駅の中で食べるってめっちゃ不思議な感じ。最初に味噌から食べてくださいってことなんで、お味噌。めちゃくちゃ美味しい。お味噌の風味をすごい感じて、お味噌の味がそんなにきつすぎるわけじゃなく、すっごいちょうどいい。なんかくどくないねん、全然。醤油。こっちはこっちでめちゃくちゃ美味しい。これもほんまにちょうどいい味加減になってて、まろやかな醤油の甘みを感じて、すっごい美味しい。これ食べてみたかった、金山寺味噌。うますぎる。めっちゃ美味しい。お味噌の味が引き立ってて、ご飯もめっちゃ美味しい。トモモグ。湯浅は醤油発祥の地ということで、醤油作りにやってきました。ということで今から醤油を作りに行ってきます。今回やってきた湯浅醤油は、醤油や味噌を製造・販売する施設。醤油の蔵見学は無料で見学することができます。私は今回マイ醤油作りの体験で予約したので、スタッフの方に伝統的な醤油の作り方や歴史を案内してもらいました。買い入れ体験は、熟成中のもろみをかき混ぜる体験。かき混ぜて空気を送って熟成発酵のお手伝いをします。うわー、でも結構しんどいってやっただけで。職人さん、これは大変やわ。いや、買い入れ体験の後は、世界に一つだけのマイ醤油作り。こちらのキットを使って作っていきます。醤油は大豆、小麦、麹菌、塩、水で作られています。なんかこれだけで食べれる、はい、はい、食べていただいても大丈夫。あ、いいんですか。はい、ちょっと食べてもらって大丈夫。うん、うん、うん、おいしい。食べてもお酒のあてになる。うん、お酒のあてになる。これちょうどいいって言われる大人の方結構多いです。いけるで、これ多分全部ダメ。ダメ。ダメ。食べきってしまう前に醤油を作ってしまいましょう。湯浅醤油さんの特製醤油麹を
ペットボトルに入れてお水を入れます。なんか実験してるみたい、ね、なんか理科の理科の実験みたい。これ中に塩入ってるんですけど、しっかり溶かしてあげたいので思いっきり振ってください。シェイクしてください。シェイク、はい、全体的に濁り出てくるまでに思いっきり振ってください。ここまでで仕込み完成。あ、これで仕込み完成、はい、この先の発酵熟成はお家でやるんですが、とんでもない言葉を見つけてしまいました。なんと1年かかります。この先1年かけて発酵熟成を促す攪拌をしていくんですが、攪拌は先ほど体験した貝入れのことです。お家での攪拌のやり方を教わって体験は終了しました。1年かけてじゃあ育てます。お願いします。体験が終了した後はお待ちかねのカフェタイム。ありがとうございます。いただきます。かけていいですか。めっちゃ美味しい。ほのかに香ばしさを感じるキャラメルみたいな感じの甘い味わいがして、で上から醤油かけたところはさらに香ばしい味でめちゃくちゃ美味しい。そのまんまでもすごい優しい味わいで美味しいんやけど、醤油かけた方がなんかインパクトが出てほんまに香ばしさが増す。ここのお醤油がほんまに美味しい。さっきいろんな醤油あって一本一本試飲させてもらったんやけど、めっちゃ美味しかった。ほんまに美味しかった。この醤油自体が美味しいから、ソフトクリームもすごい美味しい。たまもぐ、醤油作りが終わった後はまたまた湯浅駅の方に戻ってきて、気になったジェラートのお店があったんでそこに行きたいと思います。あ、これやわ。ということでやってきたのは古吉製菓。季節のフルーツを使った果物屋さんのジェラートが食べられます。お値段もめっちゃくちゃ安いです。上巨峰で下キウイにしたんやけどキウイ見えへん。めっちゃさっぱりしてすごい美味しい。店員さんが一番おすすめだと言ってたキウイ。うん、果肉感が感じられて種も入ってるからもういいわ。めっちゃキウイの味がして美味しい。なんか湯浅ってゆっくりしてて落ち着いてて、駅もすっごい綺麗でおしゃれなお店もあるし、昔ながらのお店もあって、なんか初めてこうやってしっかり湯浅に来たけど、なんかめっちゃいい街でほんますごい好きになった。たまもぐ、湯浅から車に乗って和歌山市内に戻ってきました。最後は和歌山ラーメンを食べて帰りたいと思います。今から行くお店は昔食べてめっちゃ美味しくて感動したお店です。今からそこに行きます。ということでやってきたのは丸高中華そば味噌田店。この昔ながらの庶民的な食堂っていう雰囲気がいいですよね。そして和歌山のラーメン屋さんといえばこの早寿司。なんか絶対和歌山のラーメン屋さんにはこの早寿司が置いてある。どのタイミングで食べたらいいやろみたいな。しかもなんかどう申告したらいいかもわからへんから、今まで食べたことなかったんやけど初挑戦。あ、サバこんな感じや。いただきます。うん、めっちゃおいしい。あ、なんかラーメンに合うんやろなって味がする。
うん、ラーメンこの前に食べ終わっちゃった。美味しい。食べる前からめっちゃいい匂いする。醤油豚骨やけど結構濃厚やねんけど、この豚骨のミルキーな感じ、なんかすっごいそれがまろやかでめちゃくちゃ美味しい。ほんまに全部飲み干せるっていうぐらいめっちゃ美味しいスープ。でそのスープが麺に絡みついて、もうほんま美味しい味が全部口の中に入ってくるから、もうね最高にうまい。甘辛くてすごい美味しい。もう結構固めのチャーシューやねんけど、それがほんまに美味しくて、やっぱりもうなんて言ってもやっぱスープ、ここの和歌山ラーメンのスープはほんまに美味しくて大好きなんで、おすすめのお店です。じゃあもうそろそろ神戸に向けて帰るんですけど、まあ、最後に和歌山のあれを締めで食べて帰りたいと思います。さあやってきたのはもうお分かりですよね、グリーンコーナー。最後は本店にやってきました。和歌山の締めはグリーンソフト、いただきます。うん、やっぱり最高にうまい、めっちゃ美味しい。さあということで今から神戸に帰ります。和歌山一泊二日の旅、皆さんいかがでしたでしょうか。和歌山にはまだまだ魅力的なスポットがたくさんあって、白浜とか、あとは私もまだ行ったことない那智勝浦とか、あっちの方もまた行ってみたいなと思っています。ぜひ皆さんも和歌山県に旅行に行ってみてください。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ここも関西や。あかん。ともものもぐ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 ぷ。もぐもぐぷ。もぐもぐぷ。